山田です、ちょうど1個前のロケのエンディングを撮った30秒後に今撮ってますですね、はい、卵割り動画ですね、7キロ卵、はい、今回いろいろ中身が、ね、入れ替わになった、ていうか、まあ、ベイビーたちが追加になっているはずなんですよね。しかも新しい子らっていうところで、やっぱりこれはね卵割りせんといかんとやっぱ思ったわけですよ、私山田ね。はい、ということで、孵化装置、じゃん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 、ちょっと今入れているところでございます。よいしょ、よいしょ、いろんなところですね。日本国内でもいろんな地域の卵、もう入ってきてます。また、海外の卵も入っております。もうバラバラですね。点でバラバラです。はい。で、7キロ卵なんですけど、基本的にですね、あれみたいですね。入手したタイミングっていうのはあんまり関係ない。そのギフトが届いてきたタイミングが関係ないみたいで、その卵自体ですよね。まあ見てわかるんですけど、この卵、これ入手してギフトもらった時期全部バラバラなんですけど、全部が12月19日の扱いになってます。ということで、ギフトの中の卵っていうのはギフト開けた時その日を境におそらくその抽選されている感じになっているので、19日から、排出されるポケモンたちが対象になっているはずです。はい、ということで、まあちょっとね他のポケ活もしながら、卵を割っていきましょう。はい、ということで、もうちゃっぱやでもう最近ね勢い余ってる時の噛み方が本当にひどいんですけども、はい、ちょっぱやで、はい、卵割ってきました。まあ、その間にもねいろいろドーブじゃないや、デリバードとかいろいろタップしてるんですけども、色違いとかやっぱそっちは野生の方は入手できなかったですね。はい、でもこの卵割りやってもう出なかったらまた、ギフト割って卵用意しなきゃいけないんでね。まあでもここでできれば出したいですね。まあでも今回出したいっつっても対象が多いんですよね。今回7キロ卵から狙いたいポケモンたちは、まず新しく追加されたベイビーたち、まあゴンベもそうです、タマンタもそうです、リーシャンもそうです、この辺欲しいですし、あとルリリですね。色違いルリリが今日の朝から、追加されてます。でこれがね、確率どんなもんなのかわかんないんですけども、やっぱ可愛いので欲しいですね。あとは今サンタコスのピカチュウが出たのと連動してサンタコスピチュウも出てきてるんですが、これが色違いが入ってますね。はい、ということで一番レアなのはどれなんだと思ったんですけど、ピチュウじゃねというね、サンタコス色違いピチュウっていうのが一番卵の中だとレアなんじゃないかなと思うんですが、できれば何かしら出していきたいですね。はい、ということで、今回ギフトさん9個、7玉9連やっていきましょう。それでは山田の1投目いかせていただきます。しまってね。はい、僕うるさいんだよね。扉がちょっとでも開いてるとすごい迷惑なんでね。はい、それでは1投目いかせていただきます。山田の一発目いくぞ。7玉1個目来い。はい、さあ新キャラ来い、新しくない方の普通の色の方です。2投目いきますよ。5さあ来いよ。新キャラベイビー新ベイビー知ってるベイビー。3体目いきましょうね。3体目いきますよ。はい、それでは3体目いってみましょう。ゴー来い。知らないベイビーニューベイビー来い。ニューベイビーイエイ知ってる、お前も知ってる色違いもなんだったら前引いたやつ。4投目行かせていただきます。そろそろ出るんじゃないかな。新ベイビー行ってみよう。ゴー新ベイビーカモン新ベイビー来いシャッハッあー色は普通です。でもサンタコスピチュウ入手できましたね。はい、それでは5投目来いよ。新ベイビー新しい子そろそろ出てくださいなった。6体目そろそろ新ベイビー出ます。多分出ます。いきます。ゴー。これはもう入ってる。俺は信じてるよ。新ベイビーであるって俺は今信じてるしゃ。ちょっと待って疲れた。まあいいよ。はい、いきますよ。はい7投目です。大丈夫です。1体出ればいいです。いきましょう。7個目さあ割れて新ベイビーです。もうちょっと違う流れが変わってきちゃった。違う流れになっちゃった。アローラの流れになっちゃった。求めてない流れ来ちゃった。そうじゃないんだ。すべてじゃないんだ。ヘイラっしゃいじゃねえんだ。これあれだな、さては。そんなに確率高くねえな。さては。昔の、なんか、さあな、8投目ですね。はい、8投目で果たして出るのか否か。ここまでベイビーが前半戦来て、後半2個、アローラでございました。アローラの流れが来てしまっているので、完全に今僕は気持ちが萎えてしまっております。元来なうでございますが、はい、いくよ。はい、まあ大丈夫、毎日チャンスはあるからね。今日初日が無理だった。あ、なんで今無理な手で話してんだ。わかんない、まだわかんないじゃんね。引きましょう、いきます、ゴー。さあ、この辺で新ベイビーが出てくるんだ、くるんだ、くるくる。なるほど、なるほどね。はい、これラス1ですね、確かね。ちょっと数毎回ね9個とかなの、リアクション取ってる間にカウントいつも分かんなくなっちゃうんですけど、多分これがラストですね。しゃー、オッケー、やってやるぜ、やってやんぜ。ここで新ベイビーを出すのが俺、それが僕でございます。いや、フラグな気がする。いや、考えないでいこう、考えないでいこう。あ、じゃあむしろ無心でいこう、無心でいこう。はい、どっちでもいいです。ベイビーだろうと何だろうと僕は愛します。どんなポケモンも等しく愛することを僕は誓います。なのでお願いします、新キャラ来てください。いや、もう等しく愛します、等しく愛すよ、等しく愛す、何でも等しく愛す、何でも等しく愛す。ああ、来た、おおおい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 、物欲センサーだ、やっぱあるんや。なしの方がいいんだ、物欲っつうのは。はあ、来た、ゴンベン、ゴンベや、やった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 、1064、1064、これ使えるやつ。川崎から来た、川崎からお越しのゴンベさんです。はい、ということで新追加ベイビー、やっといった。まあ初日で2個取れてるのはいいかもしれないんですけど、ゴンベゲットで、やった。あー、よかった、とりあえず出てよかった。あ、個体値みんなちょっとあれな感じね。あ、みんなちょっとあれな感じね。把握しました。あ、OK です。はい、ゴンベだけですね。ギフトを受け取っときます。で、卵をまたセットしましょう。はい、疲れた。あ、じゃあちょっと今日動画もう一本上がってるんですけど、すでにね、すでに上がっているんですが、今回のイベント周りの話をちょっとさせて、もらいます。ホリデーイベントの、前回の動画で話せてなかった、細かい詳細、ちょっとお届けします。はい。ですね、今回ですね、まあ、意外と影が薄いんだけども、これ来ましたよっていうような要素が1個あって、まあ、影薄いっていうか、見たら結構インパクト強いんですけども、新衣装ですね、デリバードモチーフの衣装、が追加されるっていうのを公式さんがね、お話し、していて、それ実際来ました。で、これ見ていただくとね、面白いんです。よいしょ。はい。こんなデザインになっております。デリバードって感じですね。もう完全にね。ですね。じゃあちょっと、まあ、試しに購入しましょうか。はい。でですね、あと耳当てとかもあるらしいんですよね、今回。いろいろあります。ちょっと見ていこうか。あとは、帽子部分に、あれないのかな、耳当ては帽子こっちじゃないのかな。耳当て、あった。これですね。はい。デリバードイヤーマフラーのこのパンチやばいだろ。こっち見んなよ。これマジですごいな。ちょっと全身買ってみますね。はい、デリバードシューズ。はい、ちょっとまあ今回男性じゃなくて女性のあれになってますけども、こんな感じになりました。こんな感じになりました。ベルトとかはないのかな、新しいやつはないね。OK。はい、ですね、ちょっと個人的に思うところ、いいっすか。主張が激しすぎる。デリバードの顔、どんだけつけんねんって感じになってるんですよね、これね。うん。逆にセーターはね、なんか俺思ったんですよ。海外だと、あえてダサいセーターを着るコンテストとかあるじゃないですか。要はその、ダサセーターを着るっていう文化があるから、なんかもうこれ、それかなって僕ちょっと思いました。何個顔ついてんだよ、デリバードの。1、2、3、4、5、6。7個ついてるよ、だってこの時点で。すごいな。今回追加されたポケモンたちの話させてください。ですね、今日、まあ、昼間にね、もう一本動画上げてる方では僕雪かぶりはまあゲットしてるんですけれども、雪かぶり以外にもね、今回いろんなポケモン追加されました。そのうちの、3種ですね、進化前3種が野生で一応出現するんですが、全然出ないんですね。はい。なんか発見報告はあるるけれども、それ見たことないよと、見てないよって方結構いらっしゃると思います。ツイッターとかだとね、捕獲した方とかはこうツイートしてるんですけれども、なかなか出てこないと。マジで進化前たちも、進化後の方も、発見報告少ないです。めちゃめちゃレアです。はい。なので皆様ニアバイでですね、その辺、発見したならばもうすぐに、向かってください。あとはまあ、例えばね、ニアバイでこう似たよっていうのをね、例えばお友達とかにね、共有してあげるだけでもだいぶ違うかななんて思うんですけれども、とにかく今回ですね、むしろ卵もそうなんですけど、卵もしんどいんですけど、まあ、さっきの卵割り見てわかる通りね、そう簡単に揃わなそうなんですが、野生の方で追加されたポケモンたちも、ちょっと今回コンプ厳しいんじゃないかなと、少し時間がかかりそうなんじゃないかなと、ちょっと思われています。今回のイベント対象、氷タイプなんですよね。多分それが邪魔してるんです。どういうことかというと、雪かぶりっていうのは、今回追加されているプラス氷が入っているので、出現率アップの方に含まれるんですよね。なんですが、今回それ以外に追加された、それ、だからドクロックとかね、ああいったポケモンたち、あ、グレックルか。ドクロックは野生はあんまりないですね。はい。まあのグレックルとか、あの辺のポケモンっていうのは、今回の氷タイプじゃないんですよね。氷じゃないからイコール出現率が上がっていないっていうのが、おそらく今回関連して、ゲットがしにくいというような状態になっております。なので皆様ね、逆にイベント終わりを俺は待った方が出るんじゃないか説が俺の中でちょっとありますけれども、まあできれば年内にね、見つけたいなとは思いますね。はい。そんな感じでございます。あとですね、今日の、午前中ですね、に、切り替わったレイドバトルですね、の中で、まあ、結構美味しいなと思ったのが、ラプラス、トドゼルガ、イノム、この辺が今回今、出てるんですね。全部ちょっとね、一覧になってるかな、一覧になってたらちょっとここペット画像出しとくんですけどね。はい。今、出てるかなまあ、わかんないですけど。まあ、今回、レイドに、氷タイプ追加になったんですが、割とみんな優秀なんですよね。特に、イノムが嬉しいね。レイドでイノム入手しておけば、マンムーの準備そこで万端です。まあ、以前ね、イノム、レイドバトルありました。で、それが入ってる時もお話ししたんですが、まあ、入れ替えのタイミングで消えちゃったのが今回復刻という風になりました。マンムーに向けて、氷、第4世代までの最強になるんじゃないかという風に、予想されているマンムーのために、そちらやってもいいかもしれません。はい、ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。